今ね、南大門のね、市場の駅、ペヒョン駅に来てます。今回ね、あのデヨンソウルホテルっていうホテルに、一泊します。そこはね、あの南大門市場とあのミョンドンとちょうど間ぐらいにあるね、結構格安のホテルなんで行ってみたいと思います。こちらのペヒョン駅の一番線ですね、一番出口、ここに出ると近いみたい。ちなみにフェフェン駅がこんな感じですね。で、隣がソウル駅ですね。ソウル駅から1個、4号線で1個です。で、その隣がミョンドン。4号線でこの番号ですね。駅出たんで1番の方行きます。あっちだ。1番を出ると近いっぽい。1番階段出たらもうすぐコンビニが右あるんですけど、これを多分右ですね。こんな感じはあり、あれ左行ったらもう何台もこっちだ。はいはい、こっちだ。ああなるほど、こっちか。もうね、結構両替所とかあってね、結構ね換金率が安いんだよね。多分換金率が安いっていうか、いい換金率がいいとこ結構あったと思う。あそこはソウルタワー目指していけばいいんだ。またコンビニあったね。でもここホテルレックスとかいろいろあるね。でもここあれですね、女子の一人歩きは少し暗いかもしれないですね。ここのレックスホテルとこのコンビニのこの間のところだ。あったあった、デヨンホテル。あ、結構近いな。なるほど、あそこですね、デヨンホテル。行ってみましょう。あ、もうすぐ着いた、デヨンホテルだ。チェックインします。今日は401の部屋行きましょう。なんかいいなんか昔のラブホテルみたいな感じ。なるほど、こんな風に。おお、なるほどです。クローゼットか、これは。なんだ、あ、クローゼットだ。あ、ちゃんと。これは一体なんだ。あ、バスローブか、これ。あ、バスローブですね。あ、これはなんだ。韓国コンセントと、で、これがテレビですね。テレビと、ここはなんかね、あのエアコン、こっちの下でエアコン操作するみたいですね。こんな感じです。テレビもついて、はい、中になんか、なんだこれ。これは多分化粧水と乳液かな。これ虫よけ、ヒゲ剃りもあるね。歯ブラシもあるし、歯磨き粉、これがね。なるほど。あ、ちゃんと充電用意されてます。あ、ここにもあるわ、ドライヤーと。あとはこれ開けると、あ、水が無料にありますね。いいっすね、水あると。ビューはこんな感じですね。あ、開けられる。あ、でも結構、あ、ホテルレックスのが見える。こんな感じのビューです。お風呂の方はこうですね。あ、これがリモコン、お風呂とか。あ、でも消えちゃった。お風呂のリモコン、ここかな。はい。あ、おトイレこんな感じで。あ、そのまんまね、シャワー上がる感じですね。あ、でも全然いいっすね。あ、全然いい。ほうほうほう。こんな感じです。はい、Wi-Fi はね、これどっちでもいいみたいなんですけど、初めね、あの接続できませんってなるんですけど、放置しとくとね、あの勝手に繋がるようになりました。あそこがホテルで、ここがコンビニでしょ。だから結構コンビニ近くて便利ですよ。で、ここレックスホテルで、左向いたらもう何台もの駅だから、うん、便利便利。
今回ですね、デヨンソウルホテル一泊してきました。こちらはね、フェヒョン駅っていうね、南大門市場の駅の、めちゃめちゃ近いです。歩いて3分ぐらいですかね。一番出口出ると一番近いんですけども、ほんとね、すぐ目の前にコンビニが2軒もねあって、で両替場もねあるんで、結構換金率がいいところですね。パスポート出して両替するところなんですけども、はい、そういうのがあってね、非常に便利ですね。それと、ミョンドンに実際に歩いてみたんですけど、まあ、大体10分ぐらいですかね、10分15分ぐらいでミョンドンの方にも着くんで、非常にね、立地が良くて、まあ、遊ぶにはちょうどいいんじゃないかなと思います。で、今回アゴダさんで予約してですね、1泊1人で約4000円ですね。はい、なのでこれ2人で泊まると1人2000円になるので、めちゃくちゃね、お得なんじゃないかなと思います。朝食とかはね、まだ今回つけてないんですけども、まあ韓国来たらね、夜まで遊び続けますみたいな人はね、もう寝るだけでいいみたいな方はね、泊まるのにちょうどいいんじゃないかなって思いますんで、このデヨンソウルホテルで、泊まってみていただければなと思います。ちなみにホテルの途中にあるこのジョイっていうところが結構換金率がいい。962